このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名恵と北川風花、スタッフの越前悌子の3人が秋田市中心市街地の飲食店を食べ歩きしながら街ぶらします。今回は秋田市千秋にあるさぬきうどん2代目渡郎にお邪魔します。私はもう決まりました。決まった、はい、じゃあ風花ちゃん行きますか。私は、はい、うどん屋のカルボナーラで。おーいいね、あったかいやつだ。あったかいやつ、それ美味しいよ絶対、ね、混ぜ混ぜして食べる。あ、私ななんだかんだ定番が好きなんだよな。だからね、よじろうきつねうどん。おだいぶごぼ天と迷ってましたけどね。そう、ごぼ天うどんもなんか人気なんだって。うん、上にありますね。ナンバー2か。でもごぼうにしようかな。ちょっとナンバー2っていうのにちょっと惹かれましたね。この人も決められない。そう、私もね、決められないんですよ。でもあったかいのが食べたいんで、じゃあごぼう天うどんにしてみようかな。ごぼう。はい。カルボナーラとごぼう。それ以外。立ち上がるんだ。そうなんだ。しかもカメラワーク今すごかったよね。慣れてる。いや、これは悩むな。じゃあお腹減ったな。ねえ、あ、肉とろろぶっかけて、肉がどのくらいの量が入ってるのかなっていう。大事。そこ。そうじゃん。いっぱい入ってる。入ってる。そうだろうな。どっさりとたまにこうちょびっていうところ。どっさり肉だったり。いやでもな、あと五色ぶっかけ一番人気だって、ね。カメラ回してないとこでもずっとこれですから。これさ、パフォーマンスじゃない？これ ね、 多分今本当は決まってる。回ってないとこだと思う。あ、でもね、ネギ塩豚うどんもいいよね。これどうしようかな。どうしようかな。本当に決まんない。いや、回らないじゃん。あ、待ってね。あと、あ、これ根菜のかき揚げこれもある。休憩時間が9分ぐらいあるね。あ、通常です。通常なの？通常。どうしよう。え、ちょちょちょ、はい。何と何で迷ってるんですか。あとね、五色ぶっかけ。うん。あとね、肉とろろぶっかけ。ネギ塩豚うどん。根菜のかき揚げかな。めっちゃ4個か。あとね、丼物もすごいよくて、はい、いやでもね、うどんがネギ塩豚うどんだと、こっちはネギ塩豚丼はダメなんだよね。サイドメニューはいいんだ。かぶるでしょ。わー、参ったな。サイドメニューもこれだよね。サイドはね、食べたいですね。肉とろろじゃない。あー、そしてぶっかけじゃないですか、やっぱり。だってぶっかけか。そんなに美味しそうだよね。そうだ、これ1位だよ。ご飯を先に決めたらうどんが決まる。うんうん、あ、そうだね。そしたらご飯食いてえの。いやー、あ、かき揚げ丼。かき揚げ丼かな。あ、待て、違うな。カルボ、カルボ丼。カルボ丼。カルボ丼ってあの、なんだっけ、卵とあの、そうそうそう、濃い卵かけご飯みたいなのが言ってたね。じゃあカルボ丼もいいね。カルボ丼いいんじゃないかな。そしたらさっぱり、ね、うどんはぶっかけじゃない。ぶっかけ、うん、あー困ったな。いや、嘘でしょ。困ったね。5秒前。あー、待って待って、決まらねえ。じゃあ注文します。注文します。あー、ちょっと待ってくれ、本当に決まらねえ。待ってね。あ、お客さん待ってる。はい、ネギ塩、ネギ塩豚うどんにします。え、こいつの大盛り。あ、ネギ塩、ネギ塩豚うどんとカルボのかき揚げ。あ、全然違うじゃん。全然違う。あ、でもな、はい、決まりました。あ、ちょっとやっていい。あー、どうしよう。終了。全部全部じゃあ、終了で、ネギ塩豚うどんの大盛りと、はい、カルボ丼。あ、ネギ塩豚うどんと、あれ、組み合わせの一番いい丼物って何ですかね。あんな組み合わせの一番いいの。全部いいわ。次回も3人が街を盛り上げます。